ただのアイドルを超えた絆。平野岩神宮寺と、ILYZ の関係性が泣ける。ILYZ と描く未来予想図が凄す,すぎる。平野翔、岩優太、神宮寺雄太という名が、日本のエンターテインメント界で特に輝くようになったのは、彼らが持つ圧倒的な才能と人柄にある。それぞれが異なる個性を持ちながらも、三人が一つになった時のエネルギーはひるいない。 彼らが与える感動や幸福感は、まるで見る者にとっては特別な宝物のように映り、いつまでも心に残り続ける。ファンのアイエルアイズにとって、彼らは単なるアイドルではなく、日常に光をもたらす存在だ。平野昭和の独特なカリスマ性で多くの人を魅了してきた。彼の演技やダンスには一瞬の隙もなく、完璧さを追求する姿勢が感じられる。しかし、 彼の進化はその舞台上だけではなく、舞台裏の人間味にある。多くのインタビューで彼が語るのは、自分がどれだけファンに感謝しているか、そして、i l イズにどれだけ恩返しをしたいかということだ。これは、彼のファンとの特別な絆を感じさせる部分でもあり、平野が単なるエンターテイナーではなく、共に歩む仲間のように感じられる要因となっている。ガン・ユータは、その誠実さとユーモアで人々を和ませる存在だ。 彼の人懐っこい性格はファンだけでなく、共演者やスタッフにも愛されている。舞台上での強いパフォーマンスとは対照的に、日常の騎士は柔らかく、親しみやすい。彼が語る、夢を追いかける姿は、決して自分一人のものではない。彼の中には常に、ILY 図が存在しており、一緒に夢を叶えよう、というメッセージが含まれている。これは、ファンがただの観客ではなく、 彼とと一一緒に成長し進化するる部であいいう強い信念だ神宮寺勇太は、その知的で冷静な印象から、多くの人に、王子様として親しまれている。しかし、彼の本質はそれ以上に深い。彼が持つ深い思いやりや、メンバーやファンに対する献身的な態度は、彼を特別な存在にしている。どんな時でもファンに寄り添い、言葉を通じて彼らを支える姿は、 多くの人に勇気と希望を与えている。彼が I.L.Y.Z. に送るメッセージには、常に深い感謝と愛が込められており、それがファンの心に響く理由の一つだろう。この3人の共通点は、彼らが常に I.L.Y.Z. のことを第一に考えている点だ。どんなに忙しくても、ファンへの感謝の気持ちを忘れることはない。彼らの SNS やメディアでの発言、さらにはパフォーマンスの中にも、 その愛情がにじみ出ている一緒に夢を追いかけよう、一緒に成長しよう、といったメッセージは、彼らがただのアイドルであることを超越し、ファンとの絆を強くするものだ。このような姿勢は、エンターテインメント業界では珍しいほど真摯なものだと感じられる。彼らの成功の背後には、もちろん努力と才能がある。しかし、それ以上に重要なのは、彼らがファンとの関係をどれだけ大切にしているかだ。 多くのアーティストが成功を追い求める中で、彼らは自分たちの成功がファンのサポートによって成り立っていることを深く理解している。だからこそ、彼らは ILYs に対して特別な愛情を持ち続け、その愛を言葉や行動で示し続けている。さらに興味深いのは、彼らが自身のキャリアを通じて、ただパフォーマンスを提供するだけでなく、社会に対しても影響を与えているという点だ。例えば、 平野の役者としての活躍は、多くの若者に夢を追いかける勇気を与えている。また、騎士のユーモアと優しさは、日常の中での小さな幸せを見つけるヒントを示してくれる。神宮寺の知的で冷静な姿勢は、困難な状況においても冷静さを保ち、解決策を見つける力を示している。彼らが示す価値観は、エンターテインメントを超えたものであり、社会全体にもポジティブな影響を与えている。 このように考えると、彼らの存在はただの偶像やスターという枠に収まらない。彼らが持つメッセージや姿勢は、多くの人々にとって道しるべのようなものであり、人生の中での指針となることも少なくないだろう。彼らが日々どのようにして、ILY 図を照らし続けているかを考えると、その関係性の深さに驚かされるばかりだ。また、彼らの活動が社会的な潮流やトレンドとも密接にリンクしている点も見逃せない。 例えば、近年の若者の間では、単なるファン活動を超えて、応援するアーティストとの絆を強める、推し文化が注目されている。平野、騎士、神宮寺の3人は、まさにこの推し文化の中心にいる存在だ。彼らの言葉や行動は、ファンにとっての励みであり、日常の中での希望や楽しみを提供している。彼らが発信するメッセージや SNS の投稿は、瞬時に広がり、 多くの人々に影響を与えているしかし、このような関係性は一方通行では成り立たない。ファン、ILIZ もまた、彼らに対して深い愛情とサポートを送り続けている。ライブやイベント、SNS での応援メッセージなど、あらゆる手段で彼らを支える姿勢は、まるで一つの大きなコミュニティのようだ。この ILIZ と3人の関係は、単なるファンとアーティストの関係を超えており、 共に成長し、共に夢を追いかける仲間としての絆が強く感じられる。彼らの活動の未来を想像すると、さらなる挑戦と成長が待っているだろう。平野翔、岩優太、神宮寺優太は、すでに多くの業績を残してきたが、そのポテンシャルはまだ十分に発揮されていない。彼らの音楽や演技、パフォーマンスの幅はこれからさらに広がっていくだろうし、新たな分野での挑戦も期待されている。 例えば、平野はこれまで俳優としても成功を収めてきたが、彼の演技の才能は映画やテレビドラマの枠を超え、舞台や国際的なプロジェクトにまで広がる可能性がある。彼の表現力とカリスマ性は、国内外を問わず、多くの人々に感動を与えられるだろう。また、彼の独特なユーモアと優しさは、バラエティ番組やトークショーなどでも大いに生かされることだろう。彼の多彩さは、 エンターテインメント業界に新たな風を吹き込むに違いない。岸優太に関しても、その多彩さはこれからますます発揮されていくことが予想される。彼は音楽活動においてリーダーシップを発揮する一方で、演技の分野でもさらなる活躍が期待されている。彼の純粋で誠実な人柄は、多くの人々に愛される要素であり、彼がどのような役を演じても、観客に深い感情移入を与えることができる。また 岸のユーモアは、ファンとの距離を縮め、彼をさらに親しみやすい存在にしている。彼が持つコミュニケーション能力は、今後さらに多くの舞台やテレビ番組で輝きを放つだろう。神宮寺雄太は、その落ち着いた知的な側面と、内に秘めた情熱を持つ二面性が魅力的だ。彼のクールな外見とは裏腹に、非常に繊細で思いやりのある性格は、多くのファンに勇気と安心感を与えている。 彼のパフォーマンスは常に安定しており、どのような状況でも自分を見失わずに取り組む姿勢が評価されている。今後、彼が演技や音楽だけでなく、より多くのクリエイティブな分野に進出することも大いに期待される。例えば、彼のセンスを活かしたデザインやプロデュース業など、裏方としての才能を発揮する場面も想像できる。この3人が共に成長し続ける姿を見守るファン、ILIZ にとって、 これからの未来は非常に楽しみであり、同時に彼らと共に歩む旅路は、さらに深い感動と共感をもたらすだろう。彼らが発信するメッセージは、時代を超えて広がり、今後も多くの人々にインスピレーションを与え続けるだろう。彼らの存在は、単なるエンターテインメントを超えて、社会的な意義を持ち、文化や世代を超えた影響力を持ち続けるはずだ。では、 なぜ彼らのメッセージがこれほどまでに人々の心に響くのだろうか。それは彼らが常に真摯であるからだ。どんなに忙しい日々の中でも、彼らはファンに対する感謝の気持ちを忘れない。その姿勢はエンターテインメント業界ではしばしば失われがちなものだが、彼らはそれを常に持ち続けている。そして、その誠実さこそが彼らを特別な存在にしている理由だ。最後に、 彼らの未来について考えると、まだまだ多くの可能性が広がっていることは明らかだ。これからも平野、騎士、神宮寺の三人は、ファンとの絆をさらに深め、より多くの人々に感動を届けていくことだろう。そして、その過程で彼らは、ファン、ILYZ にとってかけがえのない存在であり続けるだろう。彼らが、ILYZ に送るメッセージには、ただの感謝だけではなく、 共に歩む仲間ととしてての信頼と愛が込められているそれが彼らが多くの人に愛され支持され続ける理由であり彼らの未来がどれほど明るいものであるかを物語っている。ファンとしてはこれからも彼らと共に成長し夢を追いかけるその旅路を見守り応援し続けることができることにただただ感謝するばかりだ。